こんにちは。今日は山の中ではなく部屋の中で動画を撮っています。山の中で制作を秘密基地を制作する動画を撮ってきたので、それをここでモニターで見ながら後から言葉をこんな風に入れていきたいなと思っています。この秘密基地は意外と山の中に作っているようで、道路からすぐ見えるところなんですね。そこまで行くのには結構時間かかるんですけど、秘密基地の地面からは下の道路が見渡せるというこんな感じになっています。なので今日はここに壁を作って下からも覗かれないし、もし下の道路に人が歩いてきたら目隠しとなるようなもの、そういうものを作りたいなと思っています。こんな風に竹の枝をいっぱい取ってきました。たくさんあるのでいっぱい使えるんですけど、これをこんな風に立てたりすると結構目隠しになるんですね。こんな風にいっぱい取ってきたので量はたくさんあります。こういう一本一本がスカスカでもたくさん束ねるとちゃんと目隠しになりますね。全部でこれぐらい竹の枝はあります。昨日多分3時間とか2時間ぐらいかけて竹やぶから取ってきて、それをこう背負ってここまで持ってきて、それが結構大変でした。反対側から見るとこのぐらいの透け具合です。やっぱりこの竹の枝は目隠しに使えそうですね。材料的には大丈夫です。でもまだどんな風にやるかっていうのは決まってないので、やりたいなと思っているのはこんな風に両端に棒を立てて、間にもう一本棒を立てると、でそこに組み込むように竹の枝を組み込んで、こう竹の枝を自立させたいなって思ってます。でも今はその壁を作りたい前面の両端がどうなっているかというと、こんな風に右側は柱があるんですね。でも左側は、柱はあるんですけどちょっとこう前に出てて、でこの手前にある木っていうのはもう自然に生えてる木なので、あんまり生えてる木に縛り付けたり生えてる木を支柱にしたりっていうのはしたくないなと思っているので、ちょっと支柱を立て、もう一本立てると面倒だし、支柱と支柱の間に棒を通してそこに竹の枝を入れるっていう方式はちょっと難しいかなとも思ってます。支柱を使わない方法として考えたのは、こんな風に竹の枝って下に向かってたくさんこう枝があるというか、ひっくり返せば上に向かってこう竹が生えているので、それを木の枝に引っ掛けるような形でこうたくさん引っ掛ければ、こう上からこうすだれみたいに目隠しになるんじゃないかなと思ってやってみてます。で自立させる方法も上から吊り下げる方法もいまいちだったので、やっぱり支柱を立てることにしました。こんな感じにメインスペースのギリギリまで近づけて、そこにこう柱を立てて、で縛るところはその下のところと、上はその屋根の柱に縛り付けると安定します。そういう場所に支柱を立てます。いっぱいこう支柱が辺密集しちゃってるのがちょっとなって思うんですけど、仕方ないですね。それでこんな風にそこの2本の支柱の間に横棒を通して竹の棒を立てていきたい、そう思ってます。というわけでこれぐらいの棒があと 2,3 本必要なので、どこかから探していきたいなと思います。山は広いので探せば見つかるんじゃないかなと思ってます。カメラだけじゃなくて見つかった時にすぐ切れるようにノコギリも持っていきます。これは前木を切った時に残しておいた枝ですね。これ使えるんじゃないかなと思うので、これを持って帰ります。持ってきた枝をどんな風に使えるかなということで、実際に当ててみて不要な枝を切り落としてます。でいらない部分は切り落として使える状態にします。3本ともその横に渡す枝の長さ調整が終わったので、ここで支柱を固定したいなと思います。下は簡単に縛れるんですけど、上はどうやって縛ろうかなって悩んでます。今まで上を縛っていた時は枝を斜めにしてはしごみたいにしてそこを登って上に行ったんですけど、今はそのはしごとして使っていた木を立てて支柱にしてしまっているので、今ははしごがない状態です。絶対に折れないっていう木にちゃんと手をかけて、もし落ちた時にも飛び降りる、どこに飛び降りるっていうのを決めて登ります。ちょうどこの今縛っている木が先っちょがこんな風に細い飛び出た部分があったので、そこをこう元あった木とこう重ねてそこ縛ってるみたいな感じですね。あとはこうぐるんってやって回してまたぐるんってやってっていう風に縛ってます。登ったはいいけど降りるのがどうしようってなるのもあるんですよね。飛び降りた時にもし後ろのポケットとかがその枝に引っかかってたら、いけると思って飛び降りてもそのまま宙吊りになって思わぬところに落ちたり、柱の準備ができたので早速縛り付けていきます。しっかりとこう縛るんだって決めてから、その状態で固定して片方ずつ縛れればいいんですけど、一人でやってるので押さえててもらえないんですね。でどうするかというと、こんな風に低い高さの位置であれば膝の裏でギュッて固定して縛ると、誰かに押されててもらって縛るみたいに縛ることができます。引き続き2本目も縛り付けていきます。これが距離が足りなくてどうしようってなりました。
何回も回転させながらそのちょうどいいところを見つけるっていう感じです。で3本目はこのまっすぐな、まあ、最初にこうこれぐらいですってやった棒なのですんなり縛れると思います。まあ、試しに竹を入れてみるとちょうどこのぐらいの高さまで横の支柱が来るっていうイメージです。高さ的には十分足りているからいい感じだなって思ってます。あんまり高いところまでこう支柱をやって壁を作ってしまうと今度は光が当たらなくなってその地面がぐちゃぐちゃになったり虫が湧いたりするのである程度光が入ってくるし風も通るし、そうだ、ちょっとここ苦戦したことがあって下2つの棒はグネグネなんですよ。でも上はまっすぐなのでグネグネの上にまっすぐな棒をつけてしまうとその上から見た時がこう前後バラバラになっちゃって、まあ、上からこう竹を入れるのでそれを抑える役割を果たせなくなってしまうんですね。でそこにこうまっすぐな棒だとここに隙間ができちゃうという、だからもうこのまっすぐな棒は使えないですね。同じようにアーチを描いて曲がっている似たような木を探してきます。でなんとか見つけたのがこれです。これだけの長い木がなくて先がもう枝みたいになっているのでこういう枝を仕方ないからこうぐさっとぐちゃぐちゃっとやって固定してる感じです。無事横に3本木を通すことができました。ラジオを聞いてるので音がちょっと入っちゃってます。やっぱり山の中だと何も聞かずにやってると怖いんですよ。なんか上から人が歩いてきたらもうそれだけで怖いじゃないですか。だからそういう怖さを紛らわすためにポケットにラジオを入れて聞いてます。で近づいて今 の作った箇所を見るとこんな感じです。で上から見た感じもちゃんと高さというか前後の関係が揃ってます。じゃあ早速ここに竹を入れていきたいと思います。一気に入れると偏りが生じたりするので、こう一本ずつというか、ちょっとずつこう、端に入れて、真ん中に入れて、端に入れて、真ん中に入れて、みたいに均等になるように入れていきたいと思います。竹の枝はこう上に向いてるので、こう下に向かって入れるときはスルスルスルっと入って、で、上にはもう戻らないみたいな、そういう特性があります。一番上の横棒の手前に来るようにしてしまうと、こう、鬱陶しいので、一番上はこう奥に。で、そこからはこう、くねくねってやってます。特に縛ったりしなくてもちゃんとそのくねくねだけで押さえつけられているので支柱は結構ちゃんと作られたなって思います。で今この下はこの前整地したばかりで柔らかいのでこう入れていったら下をプスッと土に刺してます。結構いい感じに入ってきましたね。ちょっと入れづらくなってきました。こうもう脇にすでに入っているとその間にこう刺そうとするとそのもともと入っているものに引っかかってしまうので多分この辺りからもう一気にこう入れる方式に変えてると変えます。こう引っかかっちゃうのでもう一気に入れることにしました。で右にガサッと集めてあとはこうごそっと束にして入れていきます。まだ途中ですけどやっぱり竹をぎゅうぎゅうにするといい目隠しになってます。でちょっとこの感じだと真ん中あたりがスカスカかなと思うので真ん中あたりにも足します。いい感じにできてきましたね。小学校3、4年生の時にここで作ってたって言ったと思うんですけどその時もこんな風に竹の壁を作りたいなと思ってました。近所にまさにこんな感じの塀がある家があってうわこれはすごいと、この塀をそのまま秘密基地の壁に持ってこれたら素晴らしいものができるんじゃないかと思ってやってました。でも当時小学校3年生とか4年生だと材料を集めるのがものすごく大変で一壁分ぐらいの材料を集めてなんとか一壁を作ってそこでもう挫折しちゃったっていう感じです。今になってこんなにしっかりとした目隠しとしても風よけとしても雨よけとしても機能している綺麗な壁を作れてすごく嬉しいです。ちゃんと目隠しの機能もあってでそれでいて光を取り込める、それぐらいのいいスケスケ感が出ていると思います。下から見るとだいぶ壁っぽいですよね。で少し離れてみるともう完全にこのモザイク効果というかその向こう側が透けないようになってます。まさにこれこそ秘密基地って感じですよね。近くからはこう覗けば向こうは見えるけど向こうからは何も見えないという、今まですごく山の中で作ってますみたいな感じを出したくてあんまり秘密基地の上から下を撮るっていうことはしなかったんですけど、まあ、今回はちょっと正直に撮ってみました。でこの壁ができたことによって下人歩いてても上見ても見えないしいい感じにできてます。やっぱりこう山の中で何かやってるとその車の運転手から見たら相当怖いと思うんですよね。運転してて山の中を見たら人がなんかノコギリ持ってていたとかなったらやっぱ怖いと思います。多分その本当に知らない人が車で通ったりすると相当怖いんじゃないかなと、いつも普通に素通りする道であっても時々車が止まるんですよ。で一応ここは秘密基地なので堂々と作ってますって言えないので車が来て減速して見られたと思ったらすぐ木とかにこう隠れるので車通った人は相当怖いというか何かそういう山の中に住んでるそういう怖いもの見ちゃったって思ってるんじゃないかなと思います。でも今後はこういう壁ができたのでここにいてもバレないし車運転してる人を怖がらせることもないんじゃないかなと思います。いつもは作業風景をただ早送りだったりカット編集して流しているのでどうしてもなんかこうつまんないというか飽きてしまうような感じだと思って令和になったのでというわけでもないかな、令和になったのでこんな風な編集にしてみました。
今後も秘密基地作りをしていくので、よかったらチャンネル登録と、グッドボタンお願いします。大体どんな風にしたいっていうのが伝えることができたんじゃないかなと思っているので、今後何をしてほしいとか、どういう風に作った方がいいんじゃないかとかいうアドバイス、コメントあれば下にコメントしてください。終わります。